村上信と申します。現在あの、シリコンバレー本社のですね、リンクトインというビジネス専用 SNS の日本の大臣の代表しております。 と言っても私ね今回が初めての外資系の転職 <laughs> だったのであんまり語れることもないかなと思うんですけどもあの、まあ、実際入ってみてです、ね、いろんなまあ外資系のネットワークが増えたんですよ私、まあ、今までこの日系でずっとでてきたところから、まあ、もうチャレンジをして外資系に行ったら結構ですねまた全然違うネットワークができたんですよね外資系の特にこのシニアポジションの方ですね。で見てみるとですね会社によってこの必要な営業力って本当にまちまちです。 で特に日本に進出して長い会社10年20年経ってる会社で大きくなっているところっていうのは結構この日本の中でもう完結しているような組織も多いんですよね。なのでレポートラインもですね日本で完結しているとこうなってくると英語力というのはあのそれほど必要ではないとただそのドキュメントとかはですね英語で本社からやってくるんであとは研修の動画とかですね。なのでこリリスティンンググとかリーディングは 一定レベル必要ですけども実はあんまり話す機会がないというのはです、ね、そういった大きなあ日本法人外資の日本法人にはありがちな話ですと逆にですねあのちっちゃめの会社スタートアップとかで日本進出してきてこう頑張ってますみたいな、まあ、100人未満ぐらいの会社ですね具体的にはっていうとこれはですね本社にレポートするっていう方がかなり多いですので、えー、かなりの英語力が必要になると。 でこれはもうスピーキングもそうですし普通にまあ海外で働く人と同じぐらいの英語力が求められる会社も多くなってくるかなと思います。